マリアーグは、ロシア帝国海軍の防護住民王館で、同系館はない。本館は、日露戦争で二川沖海戦の際に、大日本帝国海軍との交戦で大破した時に、館長が降伏より自陣を選んだことでその武勇を、称賛された。自陣後に大日本帝国海軍に露革され、修理されて二等住民艦館、宗谷となったが、第一次世界大戦時に、 ロシア帝国に返還されて救命に服したというケウナ、艦歴を持つ武軍艦である。春光時の艦名は古代ルーシ時代のバリアーグにちなむ。1904年2月9日、二川での戦闘で損傷したバリアーグ。戦隊形状は艦首艦藩の艦元のみ高い単船主郎型戦隊を採用している。この時代の軍艦の特徴として、 監視水面下に突出した昇格と魚雷発射管を持つ監視から 15.2cm 速射砲、お棒立てのついた炭素砲がで並列で2機を配置。司令塔を組み込んだ環境の左右に船橋が設けられ、原則系スメート配置で3番から6番手法が片面2機ずつ配置された。環境の後方に簡素な短脚式の全部マスト。 等間隔に立つ四本煙突の周囲は関西艇置き場となっており、二本一組のボートダビットが片元四機の軽発機により運用された。短脚式のミズンの原則ケースメイト配置で7番から10番が後ろ向きに配置された。そして後部甲板上に11番、12番手法が後ろ向きの並列で2機を配置された。この武装配置により、 前後方向に 15.2cm 砲4門、左右方向に最大 15.2cm 砲6門が試行できた。本艦にも装備されたパターン 18927.5cm 速射砲。写真は巡洋艦グロムボイのもの。手法はフランスのカネーシャの 15.2cm 砲を。 ライセンス生産した1892年型1 5 2トル速射砲を採用した。その性能は、41. 4 1 4ラムの砲弾を最大行角20度で1 1 5 2 0ルまで届かせられた。この砲を単装砲がで1 2機を配置した。不行、旋回能力は甲板上で行角20度。 深く6度で360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限された。原則ケースメイトでは、行角20度、深く5度で、旋回角度は100度であった。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に7発であった。他に、耐水来定迎撃用に、 フランスのカネー社の 7.5cm 砲をライセンス生産した1892年型 7.5cm 速射砲を採用した。これを単装砲がで12機、オチキス 4.7cm 機砲を単素砲がで8機、オチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲を単装砲がで2機を搭載した。 他に水線部に 45cm 水中魚雷発射管を単装で6問を搭載した。1916年ポートサイドで停泊中のバリアーグ。ありがとうございます。